はようございます、マッチョ。フォルトです、演奏会が終わり、たくさんの差し入れをいただきました。ありがとうございました。演奏会は当日たくさんの方が来ていただき、かなり嬉しかったです。で、ね、途中最初の方ちょっと緊張したんですけども、まあ、ちょっとまた映像がまとまり次第、演奏会のダイジェストみたいな感じでちょっと軽くね紹介できたらなと思っています。演奏の映像とかね、まだちょっと整理中なので全然できないでかもしれないですが、お許しください、マッチョ。本日は皆さんからいただいたプレゼントを紹介していきたいなと思います。ピアニストっていうのは演奏会とかすると結構差し入れとかプレゼントをいただく機会が多いです。僕史上最高の数をもらいました。僕は今まで学生の時とかはリサイタルとかを開いたことなかったんですけども、発表会とかしかなかったので、まあ、こんなにたくさんのものをもらったことなかったので、今回初めてこんなにたくさんのものをもらったので発表していきます。はい、じゃあ一つ目発表、手紙です。ドルルルルよいしょー、たくさんもらいました。ちょっとねランダムにピックアップして読みたいなと思います。これだ。フォルテマッチョさんへ、たくさんのズーのシールをありがとうございます。季節感もあるスイカですね。それでは読みましょう。マッチョさんへ、ママとはやちゃんがれ応援とか YouTube を見ています。頑張ってマッチョさん。おい、フォルテさんじゃ。あーより、あーより、名前はねちょっと伏せさせていただきます。で、お母さんからもいただきましょう。あとメッセージありがとうマッチョ。これダメだ、手紙名前が出るけどちょっとね、諦めるわ。皆さん、こんな感じでたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次。これはなんだ？開けてみます。あ、手紙がありました。フォルテ君へ。これちょっと、ありがとうございます。で、この中に、スターのキーホルダーがあります。やっぱこれはねスターの証なんかなと思っております。僕はこのぐらい輝いてないと僕にはふさわしくないって自負しております。はい、次、じゃん、需要供給ダブルゴールドファイト一発ってやつですね。はい、あるとマッチョ。これは飲んで元気にギンギンになりたいと思います。じゃん、ダブルゴールド、さっきくれたやつ。僕はこういうのは飲まないんでね、いつも強烈な匂いがしてる。あ、思ったよりも飲みやすくて美味しいし、やべえ、元気ができてきた。うまっちょー。はい、次、じゃん、お菓子だと思います。スイートチョップケーキ、ちょっと開けてみますね。あら、フォルテね、ちょっとねこのシールを剥がすのが苦手でね、ちょっとあのピアニストである人、爪が常に深爪なんでね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、これで出た。あ、いた。おお、かわいいケーキとかが入ってました、2個ほど。これはもう焼き菓子です。ありがとうなっちゃう。はい、次、なんかジャガポップってやつとかと、その北海道のクッキーたちです。北海道から買ってきてくれたんかな。ありがとうなっちゃう。ビアコチップス。これってなんやねんと思ったら、ビアコチップスってやつでした。もしかしてこれが一緒に入っとったのかな、魚が。もしかしたらね。ありがとうなっちゃう。なんかあの、スイカの形をしたミラクルボックス。
お菓子が入ってます。あれとなっちゃう。ハートインハート、あ、ハートインハートが中に入っている、ハートの中にってやつが開けます。よいしょ、お菓子です。あれとなっちゃう。なんだこれは、大きいぞ。ボディーフェイス、なんかあの顔と体にベタ塗りするやつです。これで油を抑えれるかなと思います。で、この中に手紙が入っております。あのちょっ、皆さん気になってるあのこの大きな袋なんでしょうか。いきます。じゃんじゃんじゃじゃじゃん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 、なんだこれだ。タンパク質、プロテイン、ありがとうございます。これはね、1杯あたり 32g、 123kcal、 タンパク質が 24.0、 かなりね、ゴールドスタンダードで僕も結構かなり好きなプロテインです。ありがとうございます。この方面白いことに素敵なコンサートありがとうございまっちょ。いや、まだコンサートはまだあのコンサートの差し入れだから、もうコンサートが素敵っていうのをね、もう前提で来てくださってね、ありがとうございまっちょ。で、消臭力かこれか悩んだ。あ消臭力かこれで悩んだ。わかりました。消臭力もね、大事だと思います。コンサート中僕に酔いましたよね、失礼しまっちょ。もう今後はね、コンサート中にシャンシャンってね、僕にぶっかけてくれたらいいので、ありがとうございます。ありがとうちょ。あのラムネたち、あとはだるまさんと、なんか京都のやつ、あれだちょ。あと手紙ですね、あれだちょ。はい、次スタバのプレゼント、あれだちょ。なんだこれは、開けてみます。おソックス、おソックス、おソックス、ありがとう。これは筋トレに最高に使えそうですね。25から27ぴったしです。ありがとう。これが今回のコンサートでいただいた差し入れたちです。本当に来てくださった方、そして差し入れしてくださった方、本当にありがとうマッチョ。かなり楽しめたコンサートになりましたので、今後もね、たくさんおしゃべりをしていきたいなと思いマッチョ。1時間半はいかないくらいの1時間数十分のコンサートだったんですけども、まあ半分以上が僕のおしゃべりとイベントになってしまい、おはようございます、ありがとうございます。僕もね、かなり楽しくてもう幸せな気分でおしゃべりさせていただきました。ものすごくね、あ、もちろんピアノ弾くときはちゃんとね真剣に弾いたんですけども、それ以上にやっぱり皆さんとのおしゃべりがかなり楽しく、今後もこういうスタイルでフォルテならではの演奏会を開いていこうと考えております。今回来てくださった皆様、そしてこれから来ようと思っている皆様、ぜひぜひ参加していただけるときは参加してください。今後も、演奏会がある際は発表していこうと思っております。またコンサートがある際はフォルテの方から告知させていただきますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。お子さんもたくさん多く、かなりお子さんたちも喜んでいただけて、僕としてはかなり嬉しかったです。キャハ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 みたいな感じでね、あの僕のイベント中たくさん盛り上げてくれて、皆さんありがとうございました。かなりその手紙とかを見て思ったのが、まあ僕のことをね、あのマッチョくんって呼ぶ方がいらっしゃるのでね、いや違う違う、マッチョくんじゃなくてフォルテくんだよ、フォルテくん、フォルテくんイコールマッチョ、違う、マッチョイコールフォルテになったらね、さすがにマッチョ界からね怒られちゃうのでね、フォルテくんって今後もお願いし、マッチョどうもマッチョでした。住所を書くな。
住所を書くな。これ見えすよ。フォルテ君へ、ピアノ上手ですね。大好き。ありがとうございます。これすげくね。すげ。本屋。これすげえ本屋。はいはい。ああ。札幌、さっきの札幌のお菓子この方だったのね。ありがとうございます。ありがとうございます。すっげえ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて。なんならチャンネル登録してね。マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。